はい、こちらカーイモンドです。はい、今日はですね、ちょっとね、先ほど走ってまいりましたね。ほぼ毎日続けておりますね。でそれはいいんですが、今日はですね、ちょっとね、一つだけお話したいと思います。ちょっとニュースの方が入ってきましてですね、女子高生だと思うんですが、線路にですね、飛び込んだと、自殺したということなんですが、ベンチの方に、その女子高生のものと思われるスマートフォンが置いてあって、線路側を撮影していたと、で動画撮影していたってことですよね。でそれが SNS ですかね、彼女の SNS 上に、では投稿されていたと、動画はね、で飛び降りる様子が映っていたということなんですよね。これ確か横浜だったと思うんですが、もう日本の、ね、自殺者数っていうのは確か年間で3万人ほどだったと思います。かなり実は高いんですよね。日本って割とその自殺大国っていうふうにも言われてまして、もちろん行方不明者も多いんですよ。多いんですけど、まあ、自殺者も多いんですよね。ということで、まあ、この動画を見ている人で、まあね、どちらかというと年齢層の高い人が多いので、私の動画っていうのは、若い子っていうのは割と少ないんですよね。もちろん若い子に見ていただいてもいいんですけど、特に小学校はね、少ないかな。でやっぱりそれ小学生には見れないような動画も私投稿してますしね、だからある程度の大人の方が見て見えると思うんですよ、私の動画って、でまあそれ年齢層を見ても分かるんですけどね、でまあそれはいいんですけど、そうだな、これ女子高生、男子高生、まあ、中高生かな、特に、まあ、今小学生もいますけどね、そういう子はね、まあ、かわいそうにね、それにいるんですけど、そうですね、まあ、いろんな理由あると思います。それがいじめだったりとかね、いろんな、例えばプレッシャーだとか、例えば家庭内の事情とかね、いろんなことでそう言ってね、やっぱり自分の命を絶ってしまう子っていうのはいると思うんですよ。これも当然その子のことはね、絶対責められるべきじゃないですし、やはりこの社会のね、社会が抱える、全体が抱える問題っていうのもあるでしょうし、それからコミュニティが抱える問題っていうのもあるでしょうし、それから家庭内で抱える問題っていうのもあると思います。だから大きく見れば世界でも見えるし、もっと大きく見れば地球上っていう言い方もできますけど、そこからどんどん小さくしていくと、地球上から世界に行って、世界から、日本国に行って、ね、日本国だけの問題じゃなくて、それが今度は社会全体という形で行って、そして、今度はコミュニティですよね。コミュニティの問題ってことになりますし、であとはそこから家庭の問題っていうところに行くんですよね。だから大きいから大事だとかいうことじゃなくて、小さくてもそれがね、家庭の問題であってもこれも当然大事なわけですよ。家庭がやっぱりしっかりしてるから、大きく見れば日本国もしっかりしますし、で地球上も平和になっていくと思うんですよね。だから個々人っていうのはすごく大事だと思うんですよ。今これ小学生遊んでますね、みんなね、いいですね、いいですね。こんな時期ありましたね、駆け回ってた時期。楽しそうだな、これ。私も遊んでました。あ、今これ、隠れてんのか。隠れんぼしてんのか。まあいいですけどね。まあ今ちょうどその話してますからね。まあちょっと走ってったんですよ。走ってそこさあ来たんで、走ってきて、で、戻ってきて、まあこんな状況なんですけど、だからね、まあ悲しいなで終わらせたらダメなんでしょうね、こういったことは。で、やっぱりね、特にまあ、そういったコミュニティ抱える問題とか、いろいろ家庭も抱える問題とかあると思うんですけど、まあ、個々人で考えること、自殺しても何のいいこともない、すいません、ちょっと子供たちの声入ってますけど、やっぱりね、良くないんですよ、自殺するってことは良くない、で良くないっていうだけで終わらせちゃうといけないんで、あれなんですけど、やっぱりね、何て言うかな、夢を持ってもらいたいですね、夢をね。でこの社会っていうのは楽しいこといっぱいあります。それ悲しいこととか、そういったこともいっぱいあるんですけど、苦しいこととか悲しいことね。だけどもっとこれね、世界に目を向けたら楽しいこといっぱいあるんですよ。楽しいことばっかりです。だからもったいない、命を絶ったらもったいないです。でやっぱりね、命を絶つんだったらいろいろできることがあると思うんですよ、本当に。いいです、もうお金なくてもいい、お金なくて、やっぱ健康なら特にね、
でやっぱり健康じゃなければそれ健康になるように今度は努力していけばいいのであって、で希望をやっぱり失うべきじゃないですし、うん、いろんな形のね、いろんな状態の方って見えると思うんですけど、うん、まあそれは個々人でね、いろいろやっぱり違うと思いますけども、やっぱりその命を絶つっていうのは自分でね、これはもう絶対良くないと思います、うん、やっぱり希望を持って、この社会っていうのを生き抜くっていう、そこまであんまりね、肩をガッとこう張り詰めてね、力を入れてやる問題じゃないんですよね、やることじゃないんですよ。どっちが言いたいのは、高田純次さんが言ってみえたじゃないですか、うん、適当ね、適当で生きようって、適当男ってやってるじゃないですか。適当って言い方すごい悪いですけど、適度にやるってことですよね。適度にやるってことなんでいいんですよ。あんまり力をガーって入れて全力でやると疲れちゃう。学校でもそうでしょ、うん、友達とまあそれは遊ぶのは大事ですけど、一人になりたいんだったら一人でいいし、まあ、それでいじめられるってことがあったとしてもね、だからそんなにその力を込めないで、適当に適度に生きたらいいと思います、うん、あんまり難しいこと考えてもダメでしょ、うん、あんまり難しいこと考えなくてもいい、考えなくても生きられるから、うん、であとは覚えていただきたいのは、私もね、まあ、オーストラリアの方もずっと行ってきましたし、やっぱり海外との接点っていうのが多いですけど、例えばね、私日本は生きないって言ってないですよ、私今日本にいますから。どうしても日本で息が詰まると、ね、ここに生きてて息が詰まるんだったら外へ出ればいいです。海外行けばいい、うん、で安いとこいっぱいあります。ですごくいい利点を持ってる国もいっぱいあります。例えば、タイとかね、タイ確か良かったと思います。マレーシアとかも良かったのかな、うん、まあその国の抱える問題っていっぱいありますよ、うん、ゲリラが出たりとかね、今ありますよ、そういうとこもありますけど、いい部分もものすごくいっぱいあるので、うん、カンボジアだっかな、アジア、東南アジアでもいいとこあるんですよね、実はね。何も欧米とか行かなくてもいいとこもありますよ、うん、だからそういったとこへ行くとかね、シンガポールも良かったから、まあ、中国はね、今あんな感じになっちゃってますけどね、まあ人口は多いですし、いろいろ利点もあるでしょうけど、うん、日本に息が詰まるなら海外出ればいい、うん、別にここにいなきゃいけないってこともないし、うん、ハワイでもいいし、グアムでもいいし、うん、そういった選択肢もあるよってこと。だから自分で自分を追い込んで、ね、もしかすると亡くなられた子っていうのは自分を追い込んでたのかもしれないですね、うん、やっぱりそういうふうに なりがちじゃないですかね。まあ、私もそうやって自分で一人で苦しんだことがあるって昔動画でも話しましたけど、うん、やっぱりね、なんていうの、視野狭窄になるんですよね、自分一人で抱えると、うん、だからまずはそうだな、親にとか家族兄弟かな、うん、で相談して、まあそれでもあれだったら友達に相談する、でも友達に相談するとか、そういう人がいなかったら、相談する人がそういった自治体とかね、そういったところでやってるのもあるし、まあ、だったら学校の先生でいいし、身近だし、塾の先生でもいいし、まあ、いろいろいるじゃないですかね、だからまずは大事なことは一人で抱え込まない、うん、なんだったら、ね、まあ、ちょっとこれ極論ですけど、派出所あるじゃないですか、警察署って言ったらちょっと警察署はあれかな、地元に根付いてるのって派出所とか交番とかあるじゃないですか、ああいったとこに行っていろいろお話聞いてもらうっていうのもいいですよ、うん、結構道とか急じゃないですか。私この前東京ね、総合インストラクターで初めの方行った時にちょっと私場は分かんなくて、場所がで交番に入って警察官の方にいろいろとちょっとお聞きしたんですけど、どうやって行くかって話ですごく親身になって教えていただけました、うん、なので必ずしも犯罪とかそういったことだけじゃないですよ。例えば何か悩みがあるんだったら、ああいいよ聞いてあげるよって、特にね、学生だったら特にですよ、まあ、学生じゃなくても聞いてくれると思いますけど、聞いてくださると思うので、警察官の方にちょっとお話しする。そうするといろんなことを紹介して、くれると思います、はい、
全部準備してやると思うので、やっぱりプロなのでね、そういったことの、うん、そういった手もありますよ、うん、もう学校の先生もダメ、家庭もダメ、家族もダメ、全てダメってなったら、それもちょっと考えてみてください。警察署はちょっと大ごとって言ったらだけど、入りにくいでしょ、警察署は、うん、警察署は入りにくいので、交番とか派出所っていうのかな、あるじゃないですか、地元に根付いたところ、そこに行ってちょっとお話聞いてくださいって行けば、あーどうしたって言ってちゃんと聞いてくると思います、はいね、市民の味方ですから、うん、そういうことです。そういう手がいいかなと思います、うん、ないと他に話す人いないでしょ、話せないっていう子いっぱいいるでしょ多分、うん、だって家庭で話せないからとか、お父さんお母さん話せないからとか、お父さん忙しいからダメとか、お母さんもちょっといろいろやっててダメとか、突っぱねられるとか、兄弟いないとか、ね、友達いないとか追い詰められちゃうでしょ。で、学校の先生も聞いてくれるような状況じゃないと、学校側もダメとか、塾もダメとか、いろいろあるやん、ね、で、警察の交番、うん、交番がいいかな、一番、うん、なかなかね、警察官の方は忙しいので、出かけてたりすると、なかなかね、お話聞くときないかもしれないですけど、まあ、ちょっと見計らってパッと行くと、たまにお仕事してる場合があるんで、ちゃんと個人で聞いてくれると思いますよ。3、4人ぐらいいるとこでも、多分ちゃんと個人で、個々人で、やっぱプライバシーにかかるじゃないですか。他の警察官の方に聞かれたくないってなると、担当の方が来てお話しするとか、婦人警官の方に来ていただいてお話しするとかっていうことになると思いますよ。だけどそんな大事でも何でもないから、それは別に警察の方が聞いたって何大事にすることもないと思いますよ、そういう悩みはね、うん、でちゃんとしたところで紹介してくれると思います、はい、なのでまずは大事なことは抱え込まない、絶対一人で抱え込まない、それからこの世界っていうのは悲しいこと苦しいこと以上に楽しいことがある、そうやって言わなきゃダメかな、だけじゃないって言うとおかしいな。だけじゃないって言うといい頃になっちゃうでしょ、うん、同じぐらいの立場になっちゃうでしょ、そうじゃなくて、嫌なこと苦しいこと以上に楽しいことがある、